ポジションはフォワード。2021年よりバレンシア CF の監督を務める。バレンシア州アリカンテに生まれた。サッカー選手としては大成せず、12年の選手生活において4部以上のカテゴリーでプレーしたことがなかった。1980年にエルクレス CF とプロ契約を結んだが、エルクレスでは1試合もプレーできずにクラブを退団し、その後は アマチュア選手としてキャリアを全うした。現役引退後すぐに指導者の道に進んだ。初めて監督として仕事をもらったのは地元アリカンテ CF の B チームのポストだった。そこでの手腕が評価され、翌年トップチームの監督に昇格した。3年後の1998年、いくつかのクラブを経て再びアリカンテ CF の監督に再任した。ここでは、 在籍3シーズンでクラブを5部から3部に押し上げた。この活躍から当時2部のエルクレス CF に引き抜かれたもののシーズン開幕からわずか7試合で解任された。2007から08シーズンは当時3部に在籍していた CD アルコヤーノの監督を務めた。ここでアルコヤーノを昇格プレイオフにまで導いたがプレイオフで敗退しアルコヤーノの監督を辞任した。 辞任後すぐに2部のエルチェ CF 監督に就任した。AD アルコールコーンで監督を務めた後、2015年6月11日、デポルティーボ・アラベスの監督に就任した。アラベスではクラブを10シーズンぶりの一部昇格に導き、同時にセグンダ・ディビシオン優勝を果たした。しかし、約1年後の2016年6月21日に解任された。2016年9月、 二部のヘタフェ CF に雇われ、同チームの監督になった。フアニス・スナイデルの公認である。ここでもまた、ヘタフェを昇格プレイオフに導き、プレイオフ決勝で CD、テネリフェを3から2で破って一部昇格を決めた。一部一年目は、昇格クラブとしては妨害の8位フィニッシュを飾り、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得まで、あと一歩まで迫った。 この活躍が評価され、ラリーが最優秀監督に贈られる、ミゲルムニョス賞を獲得。以降2020から21シーズン終了まで監督を務め、2021年5月26日に退任した。2021年5月27日、バレンシア CF の監督に就任したことが発表された。ありがとうございます。